劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられるとこれに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来る五蜀との戦いに万全の態勢で臨むために、合肥はたびたび呉の侵攻を受けておりますが、早急殿の差配でこれをことごとく退けております。呉軍の士気は下がり、こちらへの投降者も相次いでいるとのことです。分裂は父の挙兵時から戦場をかけてきた。そう簡単に負けはすまい。我が君大事ない、風邪をひいただけだ。しかしたっとい恩見なればご無理は。中達、内政の整備は急務だ。休んでいる暇などない。官室の鉄を踏むわけにはいかんからな。長江、蜀の様子はどうだ。蜀は南中を平定し、国内も安定していますね。こちらが隙を見せればすぐにでも攻めてくるでしょう。ですが国内が安定しているのはこちらも同じ。蜀には付け入る隙など見つけられないでしょう。ふん、ならばあと14年は攻めてこられまいな。だがこちらも14年も奴らを野放しにはできん。早く奴らを滅ぼす算段をつけねばな。陛下、今は蜀よりも呉を警戒すべきでしょう。新たに大都督となった陸遜は周囲呂蒙に劣らない英才であるようです。ふん、そちらは14年もじっとしてはいないか。ならば中達よ、急ぎ受春に迎え、呉の動きを見極め私に報告するのだ。では早速受春に向かうとするか。その件なのですが、芝居殿、気になる噂を耳にしました。何でも早急殿が呉の交渉周報とともに石庭を攻めようとしているとか。何？周報は早急殿に7通もの手紙を送っただけでなく、目の前で髪を切り泣いてみせたそうです。己の心に偽りないことを示そうとしたのでしょう。早急殿は周報のその振る舞いに同情し、彼の投稿を入れたと聞きました。あの御仁は人が良いからな。いや、人が良いというか素直すぎるのだが。はは、全くおっしゃる通り。芝居殿、この話少々引っかかりませんか。石庭は伏兵を置きやすい地勢、深入りすれば敵に囲まれる可能性もあります。もし周報の投稿が策であるならば。確かに周報の態度も怪しい。7通も手紙をよこし髪を切っただと。あまりにも念入りで芝居臭さすら感じるわ。まあいい、我らは当初の予定通り受春へ向かう。ここで気をもんでいても始まらん。詳しい状況は現地で判断するとしよう。
よかった。早急殿、ご無事で何よりです。救援感謝する。だが俺は皆に合わす顔がない。俺は愚かにも修法に騙され、味方を窮地に陥れてしまった。早急殿、そう気に病まれることはありません。狡猾にも敵があなたのお人柄につけ込んだ。ただそれだけのことです。しかり。そしてまだ戦は終わってはござらぬ。今はただ多くの味方を救い、呪春を守り抜かん。番長殿、上皇殿、感謝する。悔やんで足を止めるわけにはいかない。俺はただ敵中にかけ、この危機を打開するだけだ。修法を信じてしまったのは俺の不明だからこそ、陸村を倒し皆の信頼を取り戻す。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。すでに勝敗は決した。武器を捨て投降せよ。統合は成功している。義軍本陣は間もなく陥落するはず。撤去撃ち取ったぜ。感服捕まつった。これぞ武の神髄。必死ってことかい。ここは退散しときますか。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。神髄。追い詰められた者の強さか。
ここは引くしかあるまい。なんとか窮地は脱せたようだな。思惑が外れて敵はさぞ悔しいことだろう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。勝利はいただきってな。すごいな、さすがだ。そう得られそうだよ。
いなく城攻めができています。後方との連携がうまくいっているからですね。五軍の勢い、燃え盛る炎のよう。まだうっかり城から出れば焼き尽くされそうな。そちらに反撃の機会など与えません。呪春を孫悟が制圧します。イクソン様、占領した拠点より援軍が到着しました。嬉しい知らせですね。これで味方の戦意も上がるでしょう。優勢がどうも覆される。私の慢心が招いた結果です。よし、我が軍の勝利だ。おめえ返上できたのは皆のおかげだ。皆のおかげで呪春を守ることはできた。だがあまりに多くの兵を失ってしまった。俺は洛陽に帰り、士官殿から処罰を賜らなければならない。早急殿。洛陽より伝令、陛下が崩御されたとのことです。何だと、士官殿が。そんな。芝居殿、一体どうすれば。義弟崩御の報が伝われば、呉も蜀も矛先をこちらへと向けるであろう。その前に対策を講じねばならん。満朝殿、呉への備えは任せてよろしいか。ええ、もちろん。すぐに味方を立て直し、防衛線を引き直しましょう。俺も呪春を死守する。きっと士官殿もそれを望んでおられるはずだ。他の者は蜀に対する防備に回れ、至急長安へと向かうのだ。
願いしたいこと。それ。父上、お待ちしておりました。兵馬の準備はすでに整っております。帝は先帝宗妃殿のご遺言に従い、父上に勅に対する宣戦の指揮を一任されるそうです。で、父上、これからどうするんです？全軍に鉄郎山へ向かうよう伝えよ。ついに職がこちらへと軍を向け。劉備の死からここまで思いのほか早かったですね。この動き、周到にして緻密な準備あってこそよ。失礼、これは芝居殿。慶州喪失後、職はすぐさま呉と名を回復し、さらには南方を威武している。すべてがこの北進への布石、そしてすべてが諸葛亮一人の差配によるものよ。なんと、ではこの度の軍も諸葛亮が。芝居殿、どこか嬉しそうですね。希代の使者と謳われる諸葛亮と対するのだ。地位を磨ききた者として、これがたぎらずにいられるか。来るがいい諸葛亮、葬儀に芝忠達の地ありと胸に刻みつけてやる。国防将軍が南安で窮地に陥っている。早く助けに行かねば。だが救援すればこちらが手薄になる。ここを敵に奪われたら俺たちの責任になるぞ。落ち着け、お前たちがうろたえたところで何も始まらぬわ。誰か状況を説明せよ。申し上げます。職軍は祁山、天刀山、外邸に軍を展開しました。現在南安にて夏侯坊将軍が諸葛亮率いる職軍本隊と交戦中。しかしながら
苦戦を強いられている模様です。加工房殿じゃ諸葛亮の相手はきついって。すぐに助けに行かないと。諸葛亮め、アイロを利用し多方面から攻めることで数の不利を埋めようというのか。外帝の首相は諸葛亮の弟子の馬謖です。外帝近くの山頂に布陣したとの報が入っています。外帝の麓ではなく山頂に、なんて野暮な。いえ、こちらにとってはまさに行幸と言えますね。外帝の山頂は水の確保もできない地勢。麓を押さえれば陣など簡単に干上がります。それで外帝は悠々と取り戻せるでしょう。諸軍が天刀山にも兵力を割いているのは長安と我が軍の前線を分断するためか。はい、おそらく用地である山の南側には有力な将を配していると警戒すべきです。うん、よくわかった。お前、名は？は、今日白薬と申します。ほう、なるほど。お前が噂の天水の麒麟寺か。他方面に軍を進めてはいるが、諸葛亮の狙いはただ一つ、長安よ。奴は長安侵攻の用地となる外帝と天水の確保に注力してくるだろう。脅威、お前は故郷を死守するがいい。はっ、承知しました。さて、出陣だな。師、将よ、我が一族として無様を晒すことなく戦うのだ。諸葛亮を討ち、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。諸葛亮は天水にいるみたいだ。脅威だけじゃきついだろう。助けないと。
放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。ここ欲しいんだよね。悪いけど倒させてもらうよ。いつも馬長と一緒にいた男。いいわ、まだあの男の元に送ってあげる。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。地を制することは戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。私の知力が破れようとは。撤去！撃ち取ったぜ！よくできたわね。私も誇らしいわ。
今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。まだ全開！いとか！お前こそ真の三国武装よ。今こそ敵の要所を叩くのです。さあ参ろうぞ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。決勝打ち取ったぜ。よくやった、褒めてやろう。おお、要所を奪えなかった。この失敗きっと大きな痛手になる。勝利はいただきってな。おお、やるな。これぞ武の神。よし、ここで防御体制を取るのだ。天刀山を守るは官位一族か。あれらを退け、他の地を抑える。あれは趙雲。息子たちを何とかしろ。まだ全開。
かに名高い職匠超人できれば相手したくなかったけどな。やつを撃てば職軍の士気は落ちる。ここで息の根を止めれば。助かりました。我らは帝軍山まで引いて立て直します。私の進軍もここまでだ。今は引くとしよう。勝利はいただきってな。調子その調子。この陣形まだ今すぐ職に必要ない。職私をバカにしているのか。口先で惑わそうとしてもそうはいかぬ。防御に当たるとしよう。芝居殿、職軍を追撃しなくてもよろしいのですか。諸葛亮はあの脅威を引き込んだようだ。なんと忌々しいが、もはや我が軍の陣容は敵に筒抜けよ。今追えば必ずや通撃を受けるである。ならばここは潔く兵を引いた方がいい。それに我々には少しの間喪に服す期間が必要だろう。芝居殿、承知しました。兵たちには楽ように帰還するよう命じましょう。関中方面の守備には引き続き私が当たります。ここには花崗園将軍が残した兵も多くいますので。では失礼。ほんあまりに早すぎました。あなたの身をあと数年続けば、天下は乱世の先へと進めたであろうもの。
芝居、よくぞ諸の進行を食い止めてくれた。陳は先帝同様、お前を信頼しているぞ。ただ最近妙な噂が流れているのだ。そなたは知っているか？いいえ、存じませぬ。噂とは？芝一族が、いえあなたが帝位三奪を企てているとの噂ですよ。恐れながら事実無根の流言かと。果たしてそうかな。各地の城門に文が張り出されておるのだ。芝居殿が天下を取るというな。それでも白を切るつもりか？はあ、一体どこのバカがそんな真似を。カーン、皆を連れて外に出よ。陳は芝居らと話がしたい。御意。先帝の崩御により今この国は揺らいでおる。陳はこれ以上動揺を広げたくない。芝居よ、すまぬが混乱を避けるため一時的に身を引いてはくれぬか。よく言いますよ、父上が今までどれだけ義のために働いたと。将、口を慎め。陛下の御前だ。父上、申し訳ありません。陛下のお言葉とあらば、この芝中達、慎んで従います。師、将、我らは巨匠に移るぞ。すまぬ、芝居。なんということか、宗妃殿。父上、そう悲観なさらずに。宗妃殿のお心は引き継がれています。希望の光はまだ失われてはいませんわ。だが芝居殿が言われなき残言で政務から外されるとは、この国は一体どうなってしまうのだ。まあ俺は複雑なところもあるな。石庭での宗久殿、外庭での花工房殿と、最近いいとこなしの宗一族は肩身が狭かったし。花工派殿、なんということを。あなたは花工園将軍のご子息なのです。そのような卑屈な態度を取られてはなりません。卑屈、そうなのか。まあ悪かったって。報告、諸葛亮を率いる諸軍が祁山を抜け五条原に展開中。長期戦の構えを整えております。なんと、もう諸が攻めてきたというのか。これはせめて五条原より先に攻めてこないようにしないと。芝居殿の不在が伝わったとは思えません。残言の元となった各地の文は全て諸葛亮の打った芝居だったのでしょう。巨匠にも芝居殿を呼び戻す勅使が向かいました。間に合うか。五条原を抜かれたらすぐ長安だ。防衛部隊がこの緊張感に耐えられればいいけど、指揮官不在のままじゃ抑えが効かないかもな。では私と父上が先に参りましょう。真剣栄殿、何かお考えがおありなのですか。策というほどのものでは。皆さんの緊張と恐怖を和らげる手助けに行くだけですわ。なるほど、兵たちの過度の心痛を取り除くのは必要だ。では我々も共に五条原へと向かいましょう。
した腰抜けども、砦から出てくることもできねえのか。戦えねえんならさっさと逃げ帰りやがれ。クソ、食のやつら調子に乗りやがって。芝居様はなぜ動かないんだ。このまま俺たちに屈辱を味わえってのか。流行るな。じれているのは敵と手を同じ。もうダメだ、やろうぜ。俺たちの力思い知らせてやる。待て、それこそ敵の思うツボよ。そうですわ皆さん、食が尺でも余裕しゃくしゃくで構えましょう。玄英、そなた。おお、神剣英様。神剣英様がいらしたぞ。敵も今は挑発してくるだけのようです。でしたら気を楽にして備えていましょう。はい、神剣英様。まったく、お前という娘はこの緊張をも難なく弛緩させおるか。でも真剣ですわ。明日の希望のため健やかに戦いましょう。神秘殿、神剣英殿、よくぞ兵らを抑え守りに徹してくれた。これで蜀の勝機は失われたと言っていいだろう。お安い御用ですわ。これも皆で前へ進むためですから。ですが芝居殿、蜀の勝機が失われたとはどういうことでしょう。理由は二つ。一つは奴らが遠征軍であるがゆえの兵糧の問題よ。いずれこちらより早く奴らの兵糧は尽きる。挑発し戦を急いだのはそれが理由よ。その時を待ち撤退する蜀軍を叩くのだ。そしてもう一つは、伝令、満朝様がガッピにて五の大軍を打ち破ったとのこと。これよ、蜀が頼みとしていた孫悟はすでに我が軍の前に敗北した。ならばもはや兵糧の我慢比べも必要あるまい。これより我らは攻勢に移る。今こそ蜀と、いや諸葛亮と雌雄を決するのだ。